想像力を持つのか、うん、それとも一生懸命こうやって一個一個教えていく。ファッションに賞味期限を作るんです、うんうんうん、ファッションに賞味期限を作ったことによって大量消費が生まれてまた買わせる行為と、まあ、家電とかもそうですよね。そうです、うん、あえて本当は10年持つものを作れるんだけど、うん、5年で壊れるようにするみたいな。なるほどな。そこさえなくなれば日本じゃなくて世界レベルでの産業廃棄物の中の第2位がファッションなんですね、うんうん、衣類なんですけどそれもなくなるだろうし、うん、シーズンをつけるっていうことに対してもファッションが大きな問題で、うん、そういった問題をなんかこう例えば世界的に解決、まあ、解決というか良くするっていう時ってどっちからなんですかね。例えば作り手の事業側がそういうのを意識するようにするべきなのか、受け取り手買う人が例えば想像力を持つだけでもじゃあその洋服がどうやってできてそれによってどういうことが起こってるのか、例えばじゃあいわゆる環境に悪いようなものとかを使っている動向に対してもう500円出せばじゃあヘンプを使ったこうオルガニックなものを買える、それによってじゃあ世界が変わるとか自分はどっち側でありたいとかそういうことまで想像を受け取り手がするだけで、まあ、そうすると結果的に事業側も変わらざるを得なくなるじゃないですか。な受け取り手の想像力の問題なのかそれとも事業をやっている人側の問題なのかどっちから変わるべきなんですかね。なんかこう世界をとか世の中を変えるってすげえ難しいじゃないですか。世の中をってなった時に自分一人でどうにもならない時にそこにちょっと虚しさを感じちゃう時ってなんかあるじゃないですか。でもすごい大変なことじゃないですか、うん、こうみんなでその動きムーブメントを作んなきゃいけないっていう個人一人だけじゃ、まあ、結果的に一人一人が変わることによって変わるんだろうけど、でもなんかその大きなものを変えるときってどっちからなのかなという、その発信する側を変えるべきなのか受け取り手の想像力を変えるべきなのかとか、これは敗戦国なのか、うん、何なのかで全くもって国として変わってくるんですけど、うん、例えばアメリカでホールフーズだったりとかホールフーズマーケットって知ってますか。知らないです。無農薬だったり、うん、生産者の顔が見えるまあ、持続可能的なサスティナブルなスーパーマーケットって言われてるのは、うん、今アメリカ中にあるんですけど、うん、それの始まりってテキサスなんですね、うん、テキサスって一番アレルギーが多かったりいろんな工場があるので、体にそういった工場からの害が出てしまった人がアメリカでもいっぱいいる州で、ここが違うんですね、日本とアメリカで。アメリカの社会的ムーブメントって必ず消費者から始まるんです。民間で気づいた人たちがそれを立ち上げるのか、うん、声を上げるかして、うん、企業があこれ金になるなと思ってそっちを伸ばす、うんうん、これがアメリカのやり方で、ヨーロッパもそうなんですけど、うん、日本はまあなぜだか理由は分かってるんですけど企業が変わって消費者が変えられていくっていうシステムなんで、これは根付かない一過性のムーブメントで終わってしまう、まあ、それでもいいと思うんですよ、オーガニックなものだったら、うんうん、だけど今おっしゃってたなんでそうなんだっていうところは国によって違って、うん、我々日本っていうところはそこで起こったムーブメントをよっしゃ、うん、上のトップの人間たちがこれ売ってこうって言うから、うん、コンビニでもらえるビニールバッグは1個5円で課金制でもう隣に置いてあるプラスチックのフォークは0円でもらえるわけじゃないですか、うん、そこにアイデンティティも何もないし、うん、気づきもないから、ただ上から言われたことを下が受け取るだけの、うん、全ての仕組みを掴んでるから、うん、そこでやろうとしても日本は無理ですよね、うんうんうん、だから我々消費者が言うように想像力を持つのか、うん、それとも一生懸命こうやって一個一個教えていく、うん、でもそう考えるとマリエさんの今やってることってハイブリッドというか、そのものを作るのと同時にその人の考え方をメッセージを通して
変える、要は受け皿があるわけじゃないですか。こういうのってこうだよね、こういう方がいいよね、でこういうものありますよっていうのをちゃんと用意してる受け皿というか、なんか民衆の声がすごいでかくて、まあ、アメリカみたいに変わらざるを得ないようなぐらい民衆の声がでかくなくても、こう、まあ、今の例えば日本みたいにその声からどうこうっていうよりも上からのこう、まあ、お達しじゃないですけど、これ着なさいみたいな感じのところで言うならば、着なさいのものを作った上で、かつその人たちの考え方を変えれるような発信力を持ってるっていう、まあ、発信力がより、まあ、今個人が持ちやすい時代じゃないですか。でそういうのに SNS 通していろんなことを調べて、こう考え方をもうすでに持ってる人たちっていうのもいるし、でそこはつながれるし、でメッセージを伝えて、かつその事業としてそれを持ってるっていうのがでかいですよね。これどうって言えるっていうのが説得力あるというか、なければないじゃんって終わっちゃうじゃないですか。その辺とかがなんか本当にガチで伝えに行ってるというか、変えに行ってるっていうところがめっちゃかっけえなーっていう、生き方としてっていうのはなんかすごい思いますね。よく騙されるし、それは借金もするし、もう大変ですよ。でもなんかかっこいい女性が日本に一人、みんながこの子も失敗してるし、うん、私も別に夢に追うんだったらやってみようって思えるようなローモデルが一人いてもいいし、うんうんなるほどなるほど。でも失敗したっていう、その失敗に終わったみたいな経験をしてないんじゃないですか。だってそこに必ず延長線があるわけじゃないですか。だから今は良かったな、失敗して良かったなと思えるんですけど、うんうん、当時はやっぱりその失敗に傷つくし、うんうん、その失敗に気づいた時はやっぱりもうゴロゴロベッドの上あっち行ったりこっち行ったりもう死んだ人のような日々を過ごして、そこからもう見出して立ち上がるしかないんじゃないですか、うんうんうん、だからそれを失敗と呼んだんですかって言われたら確かに失敗じゃなかったかもって思うけど、やっぱり、うん、まあその瞬間瞬間ではね、瞬間はもう、あでもそれがあるから、そのこういうのは伝えたいっていう気持ちがより強くなるんでしょうね。自分のした無駄な失敗はもう理解してほしくないなと思うんですね、うん、若い子に。でもなんかそのメッセージを持つというのかな、そういうものを持つっていうのは、一度はそういう、まあ、失敗じゃなくてもこういう世の中のせいでこういう被害を受けたっていう経験があるほか絶対強くなるじゃないですか、うん、それを経てる経てない、まあ、それに気づいてる気づいてないってでかいですよね。そうですね、うん、やっぱりSNS 炎上させたりとかも、うん、でかかったですね。なるほどなるほど。でそこから気づいて、うん、自分とその SNS の距離の置き方とかを学んだのが早かったんで、うん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 、それは良かったかなと。なるほどなるほど。じゃあそういうもろもろの経験をが全部その今の会社のチームとかにも、もうなんかあれじゃないですか、もうマリエ塾みたいになってるじゃないですか。なってないよ。私はなんか男の子にまみれてて、うん、私一人女の子で、うん、みんなスタッフもみんな自然と男の子だったんですけど、今もう女子しかいなくて、おうおうおう、なんか女子校みたいなノリになって、女番長だ。いやみんな超可愛くてやりたいことがいっぱいなんですよ。でもルックスは女の子で、みんな髪の毛長くて おしゃれ大好きでみたいな感じなんだけど、今の女の子とちょっと最近男の子っぽくなってきてて、なんかなんでうちの会社に興味持ったのっていうと、自分の声が通りやすいっていうの。ほう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 。そういうことってちょっと前若い男がよく言ってたことだなと思ってるのを、今の21、22、23ぐらいの子たちの女の子が言うようになって、でそこに惹かれて、マリエさんのそういうリーダーシップとかそういうところに惹かれてる、集まってそうなりたいっていう人が集まってるんでしょうね、うん、それはすごい嬉しいし、意見言いたいと思ってくれてることがやっぱありがたい、うん、ダメだったらダメって言うから、うん、そうですよね。なんか今回そのマリエさん、もともと紹介してもらった縁はビダリ君が本当ド S の
リーダー、違う違う、ド S なリーダーシップを持ってる人に惹かれるっていう、もう嗅覚の持ち主だから、もうそれこそ長倉さん、ガクトさん、はい、でマリエさんっていう、こうド S なリーダーシップの人に惹かれるっていう、でも多分そのリーダーシップがド S なんじゃないですか。大絶賛してましたからね。いやいやいや、面白いと思って。でも不思議だなと思ったのは、私だからその紹介した人がいるって言われる前にテレビで見てるんですよ。テレビで。ああ。面白い人がいるんだなって思って、うん、その紹介した人がいるんですよ。ガクトさんの出版してる人って、うんうんうん、あ、テレビで見たその人。はいはいはい、そのすぐ後だったから、もう、ああそうだったんですね。じゃああれにもなんかみんなに笑われるだけじゃなくてちょっとはプラスがあったんですね。よかったよかった。コロナだし家にずっと行ってテレビもずっと見てたから、うんうんうん、それでもう知ってたんで。なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます。なんか今回このインタビューとか、そのうちで立ち上げるそのホームページ、いわゆるドロップアウトしたいっていう人たちに、こう その先、まあ、それを経てる人たちをこう諸先輩方を特集、まあ、インタビュー対談させてもらって、そのこうだぜっていうようなのを伝えていけるような、まあ、あのメディアサイトにできればなと思ってて、で、まあ、その女性版第1号ね出てもらえてすごい光栄だなと思って、なんでそのドロップアウトをコンセプトにやろうかなと思ったのが、なんかもともとその僕サラリーマン経てんですよね。日立製作所っていうところに勤めてサラリーマン5年ぐらいやったんですけど、こうまあ、そのホームページとかチャンネルのコンセプトでもあるんですけど、そのドロップアウト、別にドロップアウトしなきゃいけないってことじゃないんですけど、こう元々僕そのいわゆるこう小中高大学って出て、で結構なんだろうな、勉強は嫌いだったけど要領いいんでこなしてたんですよ。でまあとりあえずやりたいことは、まあ、やんなきゃいけないことをちゃんとこなした上でやれば誰も文句言わないでしょみたいな感じでこなしてたんですよね。でなんだかんだその大学まで出て、でこれをやっとけば間違いないって言われたものを経て最後行き着いたのがこう就職活動だったんですよね。あ、じゃあ、あとは就職先選んでください、え、これゴールっていうのが結構衝撃的だったんですよ。でそもそも就職先なんか選ぶよりももっと先にその前に生き方を選ぶべきだと思うんですよね。 でもいわゆる義務教育経て、まあ、大学とかも含め出た人って選び方を選ぶ自由をもらう前に就職先を決められるってすごい かわいそうというか、こう自分でやりたい、例えばじゃあ自分でマリエさんみたいにファッションブランドを立ち上げてそういうのをやりたいって思っても、そこには急にじゃあ社会に出てってなると確定申告だったり会社だったら決算しなきゃいけないとか、はい、法人を作んなきゃいけないとか、ね、何も教わんないじゃないですか。もうだって大学まで出て、はい、そんなもんその、まあ、その専門に行けば別ですけど、そうじゃない限りは教わることもなく、就職活動を、まあ、大学3年生くらいからですかね、なんかやらされるというか、もう自然とやらされるみたいな、怖えなって、なんか誘導されてる感半端なくて、別の生き方とかそういったものを選ぶ自由を取り上げられてる感が半端なくて、でいざ自分もそれでそこまで別に葛藤とかどうこうあってるじゃないですけど、気がついたらサラリーマンになっていて、でその中でやりたいことはやってはいたものの、生き方としてそれを選んだという認識というか実感をないままサラリーマンになってたことが怖えなと思って、でそこからいざドロップアウト、まあ、いわゆる会社辞めてサラリーマン辞めて何か自分のやりたいことで食っていくっていう時に、僕は基本あんまなんかすごい自信過剰の人間なんてほとんど感じない方の僕でも、結構やべえでも大丈夫かなとか、ちょっとビビる部分とかは多少あったんですよね。でそういうのをちゃんとなんか考える人とかだったら、もっと計算するとやべえ、そうすると家賃払えなかったなとか、いろんな借金してそれを返せなかったなとかっていうことを考えた上で、結局それがゆえに諦めちゃう人とかが多いんだろうなって。なのでそのドロップアウトを、まあ、マリエさんの場合そのいわゆるサラリーマンからっていう形じゃないですけど、もっとでかいその芸能界で成功したっていうものからドロップアウトして、その
自分のやりたいことをやる、まあ、洋服アパレルの作るそこでこういうメッセージを伝えるっていう方にシフトしたってもっと大変なことだと思うし、なんか普通の人以上のものを持ってるものをそれをドロップアウトしてそれ手放して次に挑戦するってめっちゃかっけえなと思って、なんかその辺のね、なんかこう生き方を選んでいいんだぜっていうのをなんかこのインタビュー等々通してなんかこう紹介していければなと思って今日はお越しいただきました。ありがとうございます。めっちゃいい話いろいろ聞けてありがとうございます。いやいや、ぜひまたなんかいろいろ絡んで一緒にできたら嬉しいなと思ってるんで、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。Don't forget to always welcome on the wild side.